覚えていただきたいことはスプリットステップはサーブのコンタクト直前にすることです着地する時は足幅を広くすることによりフォアハンドかバックハンドのどちらかに反応することができますスプリットステップのタイミングがとても重要になってくるのです次に注意しなければならないことはローディングした時に地面に低い姿勢をとることですローディングができていないと重心が高くなってしまいます 腰と肩のローテーションをすると、自然に私のラケットは引かれた状態になります。私は腕でラケットを引いていません。これは一つのユニットで全てが一緒に動いています。肩と腰が素早くターンされた時、同時にラケットも引かれています。私のバックスイングはこれだけです。高さはそれほど高くなく、 リターンを成功させる一つの秘訣は、素早くターンをして、そしてボールを待つことです。ローディングを素早く行い、ボールを待つのです。これは一番重要なことなので、生徒にはしっかりと教えなければなりません。 素早くターンをしてボールを待つことですここからロッキングに入り左腕を引き寄せながら肩と腰が連動して回っていきますここからフォワードスイングが始まりこのロッキングポジションによりコンタクトポイントまでラケットと腕の角度は変わりませんこれはテコの原理を使っているのです左手を引き寄せながら腰、上半身を開いていきます コンタクト後に足が着地したら素早くプロネーションを行います。ボールにコンタクトした瞬間にラケットを素早くプロネーションします。前腕部が曲がりとてもリラックスされているのがわかると思います。もう一度見てください。ターンをしてコンタクトとステップインを同時に行いコンタクトした瞬間にラケットが上がっていきます。 腕はリラックスした状態を保ち、ストロークの最後にはパームアウトでラケット面が開いています。この動きを行うことによりスピンがかかり、ボールをコートに収めることができ、そしてスピンに加速を与えてくれるのです。